肩そして肘に関しては、入念に、この一軍での舞台に向けて大丈夫と。大丈夫ですね。そうですか、はい、はい、イチローに対してトゥーナッシング、はい、そうですね、イチローはなぜ手を出さなかったのかなと。何かを2球目は真ん中でしたからね。あ、球数は今度3球目、野口がインコースに構えていますが、これは際どいところ、は1キロずつ上がってきてますね。海に見えると、はい、トゥーストライク、ワンボール、球数の方は今度4つ目、4球目を投げました、左方向へのバッティング、さすがレフト前に転がしていきます、セカンドランナー3塁を回ります、そしてボールはバックホームされますが、タッターボックス、1球目を投げました、多少すっぽ抜きました、100、はい、かなりボールは来てるぞと判断していると思います。うん、はい、じゃあそのストレートを中心におそらくファイターズのバッテリーは組み立っていくだろうと。そうですね、ということですね、はい、ワンボールからセットポジションの2球目を投げました、変化球です。このバッティング成績の方では第3位であります。2ボールナッシングから3球目バットは回りました、はい、はやはりじゃあ相性みたいな部分が多いのかもしれません ね、 ね、はい、ワンストライク2ボールセットポジション、セカンドランナーをちらっと見て4球目投げてレフトに飛んでいる、どうか、しかし正面、バッティングが好調で3割3分3厘です。はい、打点の活躍だったペレスです。ワンストライクノーボールから投球は2球目、2球目を投げました、バットは止まっています。エンドワン、投球はこれから3つ目、セカンドランナータイムリーのイチロー、4年ぶりの先発であります山原、3球目ショートの右、田中が取ってキャンバスの後方1塁に送って